こんにちは。カイトくんです。カイトです。カメラ宮下です。カイトくん、はい、今プロ活動していく中で、はい、まあ活動資金を得るためにもいろいろレッスンしてくれてるじゃないですか、はい、みんな助かってるんですよ。ありがとうございます。この前のバンカーの動画も良かったんですよ。ありがとうございます。皆さんカイト君にインスタに連絡してレッスンしてるんですよね。はい、レッスンやってます。質問とかあんましないでレッスンやってくださいみんな、はい、カイト君に。ということで今日もその中で視聴者の人に協力してもらっていろいろ伝えていこうかなと思ってるんですけれども、はいはい、沙織さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。沙織さんはこの前の小林さんと同じで上手いんですよ、はいはいはい、なんですけど上手い人ならではの悩みがやっぱあると思うんですね、はいはい、ということでやっていきましょう。やっていきましょう、はい、沙織さんは普段ベストスコアとりあえずベストスコアいくつなんですか。ベストスコアは72です。出ました、出ましたイーブンパーでございます、はい、一生かかっても僕出ないやつ出ました。じゃあ平均、普段平均は83歳ぐらいですね。でも83歳です、はいはい、いや、ごめんなさい、うまいっすね飛距離が欲しいです。飛距離が欲しい飛距離が欲しい。レギュラーとかで回るんですか。はい、レギュラーで回ることは最近はもうほぼないです。今はレジンシティから回ってます。じゃあとりあえず今回は飛距離アップのレッスンということで、はい、じゃあもういくつかちょっと今考えてはあるんですけど、はいはい、じゃあ早速じゃあちょっといつも通りのスイングを見たいんで、はい、3発ぐらいお願いします。はい、はい、お願いします。はい、はいはいはい。平均飛距離どんぐらいですか。140くらいかな。だいたい170から180です。はい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 、いいじゃん。はい、以上今日の動画でした。ほら、いや、だって、いいですか、うん、当たってるとこ変わんないですかね、さっきから言ってるところ安定感ある。なんなんですか、この安定感。僕が欲しいミート率がいいってことは、はい、最大限初速が出せてるんでヘッドスピードを上げる練習をしましょう、はい、ではまず、いつも通り構えてもらってください、はい、で、いつも通り構えて、たまに右ペラが出るってさっき、はい、おっしゃってたんですけど、はい、右ペラが出る原因っていうのが、うん、沙織さんのスイングだと、うん、完全に体が開いて当たった時ですよね、はい、切り返しが早く切り返して速くなっちゃった時が、はい、多分僕は右ペラが出てるんじゃないかなって思うんですよ、はい、ラウンドしてるところは見たことないんですけど、うん、今のショットの感じだとすごくゆったり振れててすごくいいことなんですけど、たまにここから切り返しが浅く入る時があると思うんですよ、うん、その時にいつも通りここ待ってられないから体が先行しちゃってクラブをそのまま開いて当たっちゃって右ペラみたいなミスが出ると思うんで、はい、まずそのミスを出ない方法から、はい、構えてもらって、はい、構えてください、はい、まずいつも通りの構えから、はい、ヘッドを半個ぐらい下げます、はい、この位置から打ったこの位置で構えた球を、うん、いつも通り打つのもそうなんですけど、ボールをここにあるイメージで、ここにあるというイメージで、これを打ったからこのボールを打つイメージで下から立ち上げてください。はい、下からもうパコーンって、で思いっきり手は前に出るんですけど、はい、体は左に振ってください。はい、左に振る、はい、あ、ちょっと いいです全然いいです、あの球が出ていいです、はい、なんか沙織さんイメージ違います、普段と。いや、ちょっとボールいつも見ちゃうんでこっちってイメージはちょっとないので、ちょっと今なんかこう勝ち上げるってイメージだからこっちでいいんですよね。そうです、はい、いいですよ、あの球が出ていいんです。お、今言ってた通りボールに意識が行き過ぎてるから、はい、リードした速くなった時に右ペラが出ちゃうんです。だから僕ドライバーを打つ時はボールの意識をなくしてほしいんです。ドライバーって唯一ティーアップして打つじゃないですか、はい、なのでアイアンと違って球が浮いてる状態にあるんで、それをうまくバチョーンと弾いてあげればそれが飛ぶんですよ。なのでボールに向かってこっちが速く強くなっちゃうと球はどんどん飛ばない、スピンバック入っちゃって球も低くなって一番飛ばない最高の球になるんで、飛距離を伸ばす場合はまず球の高さを上げることです。
今のヘッドスピードで今のボールスピードで何が一番変えられるかって言ったら球の高さなんですよ。球の高さ、そうです、球の高さを上げれば勝手に今のキャリーで、はい、今の同じスピードで低い球よりも、うん、やっぱ上に上がってった方がキャリーは出るじゃないですか。なので一番簡単な方法は球の高さを上げることなんです。あ、今の弾道でもまだ上がったら飛距離は出るっていうくらいの角度なんですか、はい、球の高さは球がちょっと低いんで球を上げていきましょう。そうで今ちょっとヒール目に当たってるイメージだと思うんです、はいはい、それってまだボールに意識が見てますね、はい、なのでもうミスショットしてもいいんで、はい、ボールの存在も忘れてただ単にスイングしてるだけだと思ってください。素振りしてるようなイメージ でここにそうです。で僕がこれクラブを避けた理由っていうのが、はいはい、ここにあるとボールが近いじゃないですか、はい、ちょっとなおさらボールを意識しちゃうんですよ。見ちゃいますだからちょっとそのイメージからこれはもう練習でやってるだけなんで、はい、イメージからボールをなくすためにヘッドを下げてます。おー、ちょっと強くなった、強くなった。そうですね、多分それだけで僕ヘッドスピードが上がると思うんですよ、はい、球の意識がなくなるだけで、無駄なテンポが入るんです。言ったらボールがあることによってボールに行く力とボールを忘れてもうとりあえずこう振り抜くっていうイメージのこの力とこの力なんでヘッドスピードも上がるんですよ。上がりますね。ここからが上がってくる感じがする、はい、そうそう立ち上げていい？立ち上げていいです。いいです、いいです。ダフティーです、ダフティーです、ダフティーです。ダフってきたってことは、今のはなるボールから意識がなくなってきたってことです。すごくいいミスです。全然いいです。で、そうなってくると、もうちょっとティーの高さ欲しいかもって思いません？うん。もうちょっとティーの高さ欲しいかもって、うん、それ結構いい考え。なるほど、すごくいいあれです。いいですよ、いいですよ、いいですよ。球が届いてないのは、うん、あの今球届いてない、はい、下目に当たったじゃないですか。はい、下目です。あれはこっちでなりすぎなんですよ。そっか、いつも通りのスイングで左側に体重乗っていいんです。そうです、そうです、そうです、そうです。今の球、音強くなった。はい、今の球です、今の球。いいですね、今の球。さっきより打点が上に行ってるじゃないですか、球が。上に行きました。はい、あれがもう完璧な球です。めっちゃ全然変わった。全然変わった。今すごいいいとこに当たってきますね。すごい。これ10ヤード違うんじゃない？いや、多分10ヤードぐらい変わってる。いや、マジですか？でもこれいい、いいかも。いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。なんか捕まってきた感じがする。はい、すごく球が捕まえてきてるんですよ。うん、沙織さん、そのヘッドスピード、いや間違いなく上がってる気がするんですけど。はい、上がってんのかな。何が変わってきました。なんだ、当たった時の、うん、インパクトした時のこう、なんていうの、軽い感じ、なんか。多分下の方に当たったりするとちょっと重く感じるんですけど、今当たった感じだと軽いんですよ。抵抗がない、当たってる感じがする。多分最大限にちゃんとクラブのちょっと捕まってるってやつ、うん、僕よりドライバーうまいです。おー、ナイスボール。おー、あの女子プロのよくある当たってから振ってる感あるよね。そう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 、ねね、ナイスボール、めちゃめちゃいいじゃないですか。沙織さん、今日学んだこと言ってやってください。コーチから。はい、私のドライバーの飛距離をアップするために、うん、普段構えてるところがどうしてもボールに近いところにあったので、それをちょっと後ろに下げることによってちょっとアッパー気味に打つということで、ここからの先のヘッドスピードを上げてインパクトを強くする、球を押すようにするっていうのをカイトコーチから学びました。こうなんか、そうやってやってれば球が捕まるんで、うん、すごく手前からインサイドからアウトサイドに振ってるだけなんで、うん、球がすごい捕まってくるんですよ、うん、で球が上がるんでドロー回転で球が高くなってるんですよ、うん、飛ぶに決まってるじゃないですか、はい、そういうことなんですよ。はい、ヒロさん、ヒロさん、田中さん見てますか？そこですね。これですよね、沙織さん。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃああれですね、まあ、その力がない女性でもちょっとしたコツで
よりねヘッドスピードが上がると筋トレしなくてもいいよということでした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、カイト君はこんな感じで日々レッスンをしながら活動資金を稼いでいますので、インスタの DM をしてカイト君レッスンしてくれと連絡ください。ここでここね、はい、ここに僕のインスタのアカウントを多分貼ってある、はい、カイトスミカイトスミカイトスミ、はい、よろしくお願いします。さようさん、ありがとうございました。ありがとうございました。